兵庫県内の高校生が公務員の仕事を体験する県のインターンシップが今日から始まりました。インターンシップには県内54の高校からおよそ100人が参加しました。この取り組みは県内の高校生たちに目標を持って進路を決めてもらおうと兵庫県が2005年から行っています。午前中には開校式が行われ、はじめに県立伊丹西高校3年の西出葉月さんが藤原俊平教育長から配属先が書かれた通知書を受け取りました。その後、将来は地域振興の仕事に携わりたいと参加した県立家島高校3年の浅田陸さんが生徒を代表して抱負を語りました。学校では通用しても社会では通用しないことがたくさんあると思います。未来の兵庫県を担う一員としての自覚を育てていく所存です。午後からは県警本部や美術館など県内38カ所の配属先に分かれて実際の業務を体験しました。このうち県教育委員会の高校教育課を志望した2人は職員を前に緊張した面持ちで自己紹介をした後、業務内容などの説明を受けていました。たくさんの人とコミュニケーションをしっかりとって頑張っていきたいな。ちゃんと1週間乗り切れるかなっていう不安な部分もあります。ただやっぱでも楽しい、面白そうだなっていう気持ちが今一番強いです。実際に職場に来て、実際働いている人の姿とか、実際にその人たちとお話ししていただいて、コミュニケーションを取っていただくことによって、さらにその目標を高めてもらえればという。このインターンシップは今月30日まで続きます。